大型で非常に強い台風14号は、日本の南を北西に進んでいます。今後、北上し、九州に接近、上陸する恐れがあります。その後は、日本海沿岸付近を北東に進む見込みで、県内には来週月曜日19日午後から20日にかけて最も接近する見込みです。明日正午までの24時間で予想される雨の量は、いずれも多いところで、 県内全域50ミリ、明後日正午までの24時間では県内全域200ミリから300ミリ、その後も20日にかけて雨の量は増える見込みです。19日月曜日から20日火曜日にかけては風も強まり、大荒れの天気となる恐れがあるということで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。